こちらのアルトワークスですね、ここに今実はこれ空燃費計が置いてあるんですが、これから実はあるテストが行われます。と言いますのも、今回こちらのアルトワークスのお客様、ハイフロタービンを入れていただいております。ハイフロタービンを入れまして、まあ、ちょっと上から見てはわからないんですが、ハイフロタービンを入れて、その試乗テストをこれから松尾が行いまして、コンピューターのセッティングを煮詰めていくという段階になっております。まあ、ちょっとそういった兼ね合いでですね、こちらの車両のご紹介をしたいんですが、今回つけておりますのはこちら、モンスタースポーツさんのですね、こちらもハイフローインタークーラーキット、というものをつけさせていただいております。こちらのシリコンの、パイプ、ここですね、2点と、まあ、インタークーラー本体、そしてそこに、風を導くこのダクトということで、このカーボンがですね、美しいこういった商品をつけさせていただいております。まあ、すでにもともとエアクリーナーであったりとか、その他のパーツもいくつか、チューニングをいただいている車両にはなるんですが、オイルクーラーなんかもですね、弊社のものをつけていただいてますので、本当にカスタマイズに手が加わった車になっております。まあ、外したインタークーラーがですね、ここにちょっとあるんですが、こんな感じで、まあ、かなり容量もですね、アップしてるんじゃないかなと思います。そして、今うちのメカニックがですね、こちらは、あ、こっちもありましょうか、レイルさんのこのフロアのバーですね、フロアパフォーマンスバーという商品を今、頑張ってつけておりますが、こういった形でたくさんのチューニングを今回いただいておりまして、あとは、データを制作が終われば最終的な、納車への準備ということになっております。まあ、連日、アルトワークスに関しても、またスイフトスポーツに関してもそうなんですが、ライトチューニングからこういった、まあ、がっつりとしたですね、チューニングまで、まあ、こうやってメーターもついているような車両なんですが、がっつりしたチューニングまで日々いただいておりますので、ぜひカスタマイズのご相談気軽にいただければと思っております。ということで、今日はこちらのアルトワークスのご紹介でした。問題でお別れです。さよなら。五感を刺激するドライビングフィール、加速するたびに、コーナーを曲がるたびに、走りの快感が全身に伝わる 1.4 リッター直噴ターボエンジン搭載、心が躍る、こんな車を待っていた。スイフトスポーツ、ご試乗は鈴木アリーナ久留米西へ、SWK で検索。